今年中央公民館は開設50周年を迎えました。50周年記念事業といたしまして、第29回公民館祭りを盛大に開催いたしました。おめでとうありがとう50年、多くの皆様にご来場いただきました。その時の様子をご覧ください。3、2、1、はい。大成功でした。ありがとうございます。本日の50周年を機に、自ら学ぶ場として、そして学び合いの場として、コミュニティの拠点として、可能性ある未来を開く諸力融合の実現の場として、公民館の役割と期待をさらに充実発展させてまいるために努力をしてまいる所存でございます。ここで過ごした人は今や兄弟や家族のような存在になり、この場所はもう一つの家のように私は思っております。
私は日野市に小さい頃からずっと住んでいまして、小学校は日野第三小学校、中学校は大阪の中学校、高校もですね都立日野高校ということで、本当にもうずっとこの日野市という地で学んでまいりました。
しょうか。